はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回はこの問題ね、やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわからないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっと喉の調子悪くて咳したらごめんね、ちょっと聞き苦しいかもしれないんですけど、そこ許してください。で、いつも通り、ここに書いてある情報をね、こういう問題をあっちのグラフというか図に書き込んでいきたいんですけど、ちょっと厄介なのが、例えばね、y イコール x 二乗っていうのは書き込んだ方がいいですよね。こうやって、こいつは y イコール x 二乗なんだってわかるから。で、PQ の座標特に書いてないし、で、PQ から X 軸に下ろした垂線。だからこの A と B はまっすぐ下に下ろしたものね。斜めとかじゃなくって、まっすぐ下に下ろしたもの。でもこれも図でわかるからさ。で、最初のこいつなんだけど、L は傾きが2で、マイナス2のマイナス2を通りますよって書いてあるんですよ。で、これは、書き込むんだったら、L の直線の式、まあ1番でね、ここで出しますけど、y イコールほにゃらら x プラスほにゃらら、まあ、もしくはマイナスになりますけど、ってなりますよね。で、傾き2だから、あ、まず 2x はわかるんだ、プラス、まあ、ほにゃららだな、みたいな。こんな感じで自分は書いておきます。丸にしておけばこいつ出さなきゃなってね、思い出すからさ。で、マイナス2のマイナス2なんですけど、これ、p の座標がこれとかだったら書き込んでいいんですが、そうじゃないので、あえて書き込みません。こいつに関しては。これは1番を解くためだけのアイテムなので、使ったら、もう切り捨てで、ポイってしちゃいます。で、まず1番が、そのね、今言った L を出したいんですけど、さっきやったように、傾きが分かってるから、いつもならね、直線は Y イコール AX プラス B と置きます。普通は。でも傾きが分かってるから、じゃあ A のところ X は2でいいじゃん。で、ここ B って、こうしておく。まずここからスタートする。で、こいつがマイナス2のマイナス2を通るから、通るってことは代入して OK なので y にマイナス2 x にマイナス2入れるとマイナス4だね。かけるからね。で、プラス b で、これ計算すると b イコール2となります。いいかな。で、 b も出てきたので l の式ちょ、こう書いておこうか。 l は y イコール 2x プラス2と、これで終了です。で、ここで出せたので、こっちの情報も更新しておきます。2。で、前回のね、テスト対策でも言いましたが、直線の式を出したら、もうね、それとセットで、ここも書き込む癖をつけてください。使う、使わないはわからないんですけど、書き込んでおいて損はないので、で、ここ、切片がね、Y 軸とぶつかってるから、この数字がそのまんま使うことができます。2です。いいかな。で、2番からちょっと難しくなります。線分 AB の長さ。つまりここね。この長さ。ここ出したい。で、これの出し方なんですが、作戦をまずでお伝えします。どうやるかっていうと、例えばね、もしみんなこの Q の座標、ちょっとこっち持ってきていい ?Q の座標が、じゃあ、4の16。これ例えばね、今俺が適当に置いたからね。で、P の座標が、マイナス2の、4と分かったとします。さあ、AB の長さ出せますか?みんな。P と Q の座標が分かっている状態で AB の長さ出せるかって、ここは繋がってほしいんです。結論から言えば出せます。あの座標が分かれば。これ AB6 なんですよ、長さ。で、なんで分かるかっていうと、これはポイントは P と Q からまっすぐ下に下ろしたっていうこの垂線がポイントで、もしここが4の16、Q がね、だったら、まっすぐ下に下ろした B は、X 座標同じですよね。で、Y 座標はもちろん0です。X 軸に乗ってるから。まっすぐ下だから、X 座標は同じはずなの。で、こっちも同じです。マイナス2の4だったら、A はマイナス2の0になるはず。まっすぐ下ろしてるからね。で、ちょっと前、どっかのテスト対策だね。で、言ったんですけど、関数のにおいて、真横の線の長さ。今、AB って真横ですよね。斜めとかになってないでしょ。真横の線の長さを出したいときっていうのは、右側にある X 座標から、左側の X 座標を引くことによって出すことができます。
だから4-2、ごめん、4-2なんで6なんです。4-2だから6。もちろんそんなことやらなくても、今さ、ここの長さが4の0だから、ここ4なんだよね。で、ここの長さがマイナス2の0。座標はマイナス2ですけど、長さは2離れてるので、ここ2ね。長さにマイナスはないからさ。だから足して6っていう発想なんですけど、ぜひ覚え方は、真横の線は右の X 座標から左の X 座標を引きます。ついでに覚えてほしいんだったら、覚えてもらうんだったら、まっすぐ縦の長さ、まっすぐ縦ね、は上の Y 座標から下の Y 座標を引きます。口でごめんね、口説明になってるけど。ってことがわかるので、じゃあ、AB の長さ出すために P と Q、今俺が適当に置いたけどね。ここの座標を出したいなって考えます。そうすればまっすぐ下に下ろせるから。じゃあどう出すって考えたときに、P と Q っていうのは図から見てね、この Y イコール X 2乗と L の直線の交点ですよね。交わった点、両方とも交点。じゃあ交点出しましょう。交点の出し方どう出すって連立方程式で出します。つまり y イコール x 2乗と y イコール、今出したやつね。2x プラス2。これの連立です。で、この場合は代入法で解きましょう。この y の、ここね。ここに x 2乗を代入する。そうすると、こうなります。これは二次方程式なんで全部左辺に持ってきましょう。で、イコール0忘れずにね。で、因数分解できればいいなって感じなんですけど、これできないんですよ。だから解の公式で攻めていきます。で、いろんなところの知識出てきちゃって申し訳ないんですけど、まあ、テスト対策をね、見てくれてるっていうことを前提で話すと、解の公式っていうのは、2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b 2乗マイナス 4ac です。これは一般的なやつ。でも、自分のテスト対策見てくれてる方は多分これをわかるはず。a 分のマイナス b ダッシュプラスマイナス b ダッシュの2乗マイナス ac です。これは覚えておくと楽です。この b ダッシュっていうのはここの b の半分です。つまり今この問題 b マイナス2なんですけど b ダッシュはそれの半分のマイナス1にすることができます。で、半分にできるんだったらこっちを使った方が楽です、基本的には。もちろん覚えることが増えるからこっちでやってもいいからね。答え出るからちゃんと。でも今回ちょっと右使わせて。楽だから。x イコール。で、なんで楽かっていうと、下が a 分のなんで、ここ1でしょ ?1 分のだからもう最初から分数じゃなくなってくれるんだよね。これが個人的にすごく好き。で、マイナス b と b ダッシュだから、マイナスマイナス1なんで、1プラスマイナスルート b ダッシュの2乗。これの2乗だから1でしょ。で、マイナス ac だから、マイナス1かける c、マイナス2、つまり、プラス2だから、1プラスマイナスルート3と、こう出すことができます。消すかもしれないけど、一応残しとこう。まだね。で、x が2つ出ました。1プラスルート3と、1マイナスルート3です。で、図からわかるように、q が右にあるから、q の方がプラスが、x が大きい方を使ってください。つまり、これね、ちょっと長くなるから、これこっちまで伸ばしていい ?q は、x 座標が1プラスルート3です。y 座標は後で書きます。で、p も、これも入んねえな、きっと。p、1マイナスルート3。これ、x 座標ってことね。x だから。x 座標が1プラスルート3と1マイナスルート3となりました。で、後で y 座標を使うんですが、ひとまず、x が分かれば、真下に下ろしてきた、ここも分かるね。同じだから。1プラスルート3の0と、1マイナスルート3の0でしょ?まっすぐ下ろしてきたら。で、さっきもやったように、右の x 座標、こいつから左の x 座標を引くから、ab の長さは、1プラスルート3から、カッコつけてね。1マイナスルート3を引きましょうと。つまりこれ、配るとマイナス1プラスルート3になるから1消えるんだよね。なので答えは2ルート3でしたと。これで終了です。2番はね。一応解の公式残しとこうか。多分ね、3番入るわ。で、3番は、ごめん。四角形 ABQP ですね。囲もっか。
ABQP とこいつの面積出しに行きます。でまず大事なのはあの形が何か気づけることですね。あいつが台形ってことが気づければまだ楽っす。台形です。あれなぜならちょっとね横にコロンってなっちゃってますけど、ここ垂直垂直なってるから上底足す、公式言うとカッコね、カッコ上底足す下底かける高さかける2分の1もしくは割る2ですねが台形の公式です。だから今ここの長さ高さはさ今出てるじゃん、2ルート3って。あとは上底と下底が欲しいの、ここの長さ。じゃあこの長さいくつって言ったら、ここは P の Y 座標ですよね。 X 座標分の Y 座標ってこうなるからね。だからここがやっぱ欲しくなる。じゃあどう出すって考えた時に、 P と Q はもともと2次関数の上にも乗ってるし、1次関数こいつの上にも乗ってますよね。だからどっちに代入してもいいんですけど、1次関数の方が絶対楽なので、ここの X にこれを代入すればいいんです。ここつまり、ちょっとこっち行ってみようか。y、2かける、こいつね、代入すると、1引くルート3、インクがね、プラス2、2を配って整理すると、4マイナス2ルート3となります。え、何これ考えちゃった。だから、ここは、4マイナス2ルート3。同じように、Q もこいつの上に乗ってるから代入して OK。だから、2かける、ここがプラスになるのか、今度。で計算するとこうなる。だからここの Y 座標は4プラス2ルート3と分かります。こうなったことによって面積もう公式に当てはめるだけです。いきましょう。ちょっとめんどくさく見えますけど頑張ってください。いくよ。まず上底です。これで読むと分かりにくいけど、例えばマイナス2の4って座標だったら、マイナス2の4だからね、マイナス2の4、ここ4だからね、長さ。だから Y 座標をそのまま使うので、上底がこれ。足す、下底はこうのこうだから、ここの座標ね。4プラス2ルート3。これが、カッコ上底足す下底かける高さがこれだから、さっき出したね。2ルート3かける2分の1。もしくは、割る2でも OK です。これ台形の公式。で、これがね、カッコの中が消えるんだよね、こいつが綺麗に。で、8しか残らないので、まあ、ここ約分しちゃっていいでしょう。こうやって。8かけるルート3しか残らないから、最後答え、8ルート3。これで、終了となります。1個前のテスト対策でもやったように、面積単位つけたくなるんですけど、問題文の中にセンチメートルとか指定が全くない場合は単位をつけてはダメです。これを答えに書いてください。いいかな。では今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では引き続きねテスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の本を見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。